はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はゴールドマンマックス戦ってます。あとね、お金を稼いだら大体いいかなっていうところまで、持ってこれました。明日のアップデートには間に合いそうですね。で久しぶり戦うな。まず攻撃力上げないとね。で、マイユは、あ、そうかそうか、ここで一括でひるませるでしょ。で、ダストンでポン、あーならヒューザー攻撃してよかったな。いいか。で、キラキラポーンを入れていきましょう。どれぐらいダメージ出る ?4000、5000、いや、4000ぐらいがいいかな。お4000、うん、4000いけば十分。で、クイーン・オブ・ハート入れるでしょ。次のターンで、ヒューザで4000、で、マイユで、6000出るかな。あんまり出なかった気もするけどね。何しよう。本気で遊ぶでいいか。 OK で遊ぶ。お、いいんじゃない。でキラキラポーンを、まあ言うだろうね。ラグはこけなければいいけど、やっぱりすっ転ぶか。まあ仕方ないね。どうだ、3-0。まあ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 、でもまだ半分いってないか。どう、いやー回心が出ない。これはまずい。厳しいね。これは厳しい。いやでもまあまあ、クイーン・オブ・ハートは入ったままなんで、いけるにはいけるね。ガラクタ・ハンター、いける？転ばんか。あ、もう一ターンぐらい待たないと。あ、いや、転んだ転んだ。よかった。ならキラキラポーンを入れていきましょう。いいね。で生き返らせようか。え、こんな難しかったっけ。なんか意外と簡単に倒せてたイメージがあるんだけど、そうでもないな。かなり強いね。まあまあまあ、強いには強いよね。最強の敵だから。あぶねー。ナイスナイス。え、ちょっと待って、ヒューザできないのまだ。そうか、バカ。もう、ああ、よかった。ロスアタ入れて、でラグアスでベホマラーでだいぶ回復しない。うん、 OK、 立て直せるね。よし、 OK、 もう勝てるんじゃない。ハッスルダンス、そこそこは回復するか。さみだれ、キラキラポーン入れたいけど、入れちゃうとね、やられるんだよな次のターンあたりで、ね、なんでなんとか耐えてくれ。よし、 OK、 これはもう勝ったろ、そろそろ。よし、 OK、 で、うん、経験値も入って、レベルが、
70上がりました。はい、では戻ってきました。今のねレベルアップでついに全部70上がりました。間に合った。だいぶかかったね。うん、レベル上げ始めてから20時間以上は経ってると思います。で、装備もアクセサリーまで、完全に作り込みました。うん、ようやく出来上がったね。で、ちょっと難しいと思われた大賢者の方位、スライムゼリーか、あれもなんとか入手できて作れました。うん、オッケー。まあ、とりあえずこれでね、5月26日のダウンロードコンテンツ第1弾あそこには間に合いそうです。はい、では26日からやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。